開拓暮らしサンタのところ伊藤サンタです。北海道は余市町で森を開拓しながら暮らしております。春から倉庫にキッチン作ってね、料理修行いろんな方に教えていただいて、いるところです。でもやっぱりなんだかんだでね、爆発ですよね。教えてもらってそれをいかにこう日々のルーティンの中に組み込んでいけるかっていうので、ついついねこう教えてもらったわーで満足してるんですけど、こう日々のルーティンとしてやっていかなきゃいけないなと、やっていかなきゃいけないでやっちゃいけないね、やりたいなとチャレンジしたいなとね、やったことないことってこう最初の取っかかりが億劫でね、でもまあ 321A でねやるんですよね、そういうこと。パンケーキ、パンケーキでしょ、ザンギでしょ、中道ちゃんのザンギ、塩ザンギ、たっちゃんからパンケーキと、それから鵜の花をね習って、まあ、あとオムレツでしょ、うん、いろいろ、まあ、オムレツはねまあまあいいかなっていうぐらいまでできて、まあ、まだまだいただきは高いんですけど、まあひとまずいいかなと。頑張っても登れないところもあるのでね、こう日々の暮らしの中でオムレツは割と作っております。三男坊大好きでね、いつもリクエストくれるんで、オムレツは卵にね余裕があるときはないときもあるからね。まあそれは置いといて、だからパンケーキおいしい、いまいちおいしい、アウトサイダーズキッチンサンタのところ。パンケーキだよね。パンケーキもやっぱりたっちゃんはうちの卵が美味しいから美味しいんだって言ってくれたね。でね、こう日々の単純なことを左手でこなす、やっぱりね何でも右手でやってるからね、右手壊れてきてるのがすごい自覚できるんですよね。なんで戸を開けるとか歯を磨くとか卵割るとか、そういう日々のちょっとしたこと、いつもいつもじゃないんだけど思い出したら左手でやるようにしてます。そうするとやっぱちょっと右手楽できるんでね、左手にできることは左手に、ああこうなんだっけ、泡立て器どっかから見つけてこないとね。ああ、うろ覚えだったな。卵に何入れるんだっけ。わあ、まだね、動画作ってないから、復習できてないね。小麦粉でしょ？あと何入れる？なんだっけ？卵、小麦粉、牛乳か。あと何か入れるもんあったっけ？やべ。物覚え悪くてね、まあだから爆発なんだよね。まあダメで、もともと失敗は成功のもとでね、やっていきますか。卵でしょ、それで牛乳、バター、あとなんか粉も入れたような気がするんだけど思い出せない。塩入れてたね、塩わかんない、二つまみ入れるか、塩、砂糖も入れてた、砂糖忘れたけど小さじ2くらい入れとくか。そして何か入れたっけ、思い出せないね。でね、南国からパッションフルーツとかいろいろね、友達が送ってくれて、ありがたいことに。ありがとう。
おすすめの食べ方、これ食べ終わったやつね、これはパッションフルーツ時計草、こう切って、昨日はね日本酒を入れて、焼酎のは合うなと思いつつ、でパッションフルーツをバナナと、潰したバナナとミックスしてパンケーキで包んで食べたら美味しいよって言われたんで、そのために今パンケーキの生地作ろうかなと。バナナとブルーベリーもやってます。そんなこんなで、お、よいしょ、そんなこんなで牛乳と、あー牛乳残り少ない、牛乳何 cc だろうね、これ全然ない、50cc ぐらい、それから小麦粉、なんかいろいろあるね、まあいいや、強力粉、小麦粉、よいしょ、お、このぐらい入れてみる？全然液体が足りないね、水、水足します。結構シャバシャバなんだよね。隣の畑草刈りしてます。いい音鳴ってますね。砂糖、塩、小麦粉、牛乳、卵、こんなもんだったっけな。さあ、これを冷蔵庫で1時間以上寝かせて焼きます。サンタのところできないのでって思ったけど、すぐできるよね。どうかな、枚数次第だな。じゃあできたら、じゃあできたら、中身を先に作るべきなのか、皮を先に焼くべきなのか。できたよね。中身を作った方がいいかな。先に中身か。できたよね。皮を焼いて、それにトッピングして。はい。じゃあ、晩ご飯食べたばっかりなんですけど、子供たちの要望があったのでパンケーキ焼こうかなと思います。中身はね、何にしようかな。バナナがまず
バナナ、うん、ちょうど星が出てきていい感じ。よし、バナナ1本でしょ。そしてどっちにしようかな。出てきたから、よし、まだひどいねこれ。よいしょ、冷凍庫から出てきたのはサンタのブルーベリー、ちょっと売れ残り、冷凍庫をして、もう一個ブラックベリーも出てきたけど、どうしようかな。まあちょっと考えながら、まずボール、ちょっと大きめのボールにしようかな。ちょっと大きめのボールはこっち来てるから、中くらいでいいや。よし、まずはバナナを剥きまして、なんかね、うちの嫁さんはなんかここと先っぽ、ここなんか残留農薬が多いから、こことここだけ取れって、本当かどうか知らないけど。よいしょ。で、マッシャーだね。マッシャー、お気に入りのマッシャー、100均で買ったマッシャー、潰しますか。そして冷凍だと簡単に潰れないかな。たっぷり 130g、 でも冷凍だからちょっと混ざりません。まあちょっとパンケーキ焼きながら様子見ようかな。ブラックベリーはとりあえず置いとこう。よし、そしたらフライパンはちょっと厚めの親父ので、ココナッツオイルを用意しまして、スプーンでしょ。これから生地だ。よいしょ。生地がちょっと、もうちょっと水足そうかな。コップに、よいしょ。よしよしよし。もうちょい水を足してみましょうか。こんなもんに、ということでやっていきますか。まずはフライパンを一人温めながら、このスプーンでいいか。ココナッツオイルが溶けてる。で、ちょっと弱火にして、さあ、ココナッツオイルを垂らしましょう。ココナッツオイルが多かったらこれに入れるか。これにちょっと戻して、さあどうかな。お玉いっぱい分入れますか。とにかく薄く薄くっていう風に習ったんだけど、もう一個ひべる、あ、ひべる、ちょっと伸ばします。伸ばして、お、もう一個用意するものは受け皿だね。これでいいか。どこに置くべきかな。こっちかな。せーの。ちょっと早かったかな。
もうちょい強くしようかな。どうでしょう、こんなもんで。よしとしてみますか。よし、そしたら冷凍ブルーベリー溶けないんで、ちょっと別のものを用意します。もう一回、もう一回バナナ、バナナ、この黒ずんでるのいいね。よしよし、でボールでバナナ、そして先っぽ落として、よいしょ、はいはい。そしたらブルーベリーじゃなくて、1個ずつ入れてみようか。これは屋久島じゃなくて、屋久島からも来てんだけど、こっちは奄美大島から送っていただいたパッションフルーツ、よし、パッションフルーツのを入れましょう。屋久島とね、奄美大島と両方から送っていただいてね、屋久島の方がおすすめはケーキと、ケーキじゃないや、バナナと潰してパンケーキで食べると美味しいよって、シワシワになってから、教えてもらいました。奄美大島の人は、割って中に焼酎入れて飲め、それは明日やろうかな。
うん、見えるようにやりたいね。でも GoPro 画角広すぎてこう小さいんだよね。まあいいや。そしてこんな感じ。ちょっと暗いだろうけど。で、まあマッシャーで。仕上げフォークだな、これ。フォーク小せえ。大きいフォークあったか。大きいフォークがあった。はい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 。足りるかな？バナナ1本に。パッションフルーツ2個ちょっと味見してみようかな。おいしい。さてさて、でここどんなものなのか。バットか、バットかまな板か。バットかまな板でもいいね。まあちっちよし。あ、やっぱ熱い。最後、うん、最後だからなのかな。あ、最後、うん、最後熱いね。よし、最後の俺が食べよう。よしよし。で、どう2等分 ?4 等分どうやって巻くのこれ。いろんな巻き方がある。あ、そうだ。忘れた。どうだったっけな。こうして、あ、忘れた巻き方。習ったのに。もういいや。これでいいや。うん。はい。味見お願いします。いただきます。はい、ちょっと、はい、いただきます。はい、もう、うまい。よし、うん、じゃあ子供たち呼んでくるかな。あ、うまいな。パンケーキって言ったけどクレープだよね。なんかね、クレープはフランス語なんだって。ああ、そうなんだ。で、英語圏はクレープのことパンケーキ、うん、まあなんかほんのちょっと違うらしいんだけど、大体一緒なんだって。パンケーキって言ったらなんかあのホットケーキの薄いやつみたいなイメージだ。うん。うまいわ。パッションフルーツ。うん。生地もいいね。あ、本当？うん、もっと広いやつで焼きたいね。ああ、もっと円が大きい方が。うん。うん。うん、前回こっちでやったんだよね。24センチで。その方がもっと薄くなるし、やっぱり、うん、お玉一つ分であれかもね。うん、春巻きの皮とかは焼いたことあるけどね。春巻きの皮、うん、あれも小麦粉？うん、小麦粉。で、なんかはけて塗るんだよ、薄く。へえ。それから火つけるんだよ。へえ。火加減難しそう。あ、よ、すっげえ弱火で。春巻きの皮、手作りしたことある。よいしょ、よいしょ。これ三兄弟に1枚ずつ。さあ、他にも作ってやるか。食べるかな。
が少なくなっちゃった。よいしょ。いただきます。うんうん。うん。そうね、やっぱフライパン一回り大きくしてもうちょっと生地を薄くできるなって思います。うん、おいしい。あと巻き方、冷凍ブルーベリーは冷凍のままだけど。冷やつ。あ、うん、冷凍でも美味しい。こういうふうに、あ、半分にしてこういうおひな様のように。これもいいか。巻き方、いろんな巻き方あるよね。うん、それこそミルフィーユだったらしいね。うんうん、まずまず75点。開拓田舎暮らし、伊藤サンタです。サンタのところでは目と手と声をかけて、丁寧に育てたブルーベリー、ブラックベリー、ハスカップなどの消化樹を無農薬、無肥料で育てています。その果実を使って道産の天才糖だけを加えジャムを作っています。ホームページで販売していますので、よかったら注文してご賞味いただけたらと思っています。